皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、ゴールデンウィーク前の、取引、最後の取引となったんですが、アジア開発キャピタルが、ついにですね、音響に抜かれてしまいました。で、終値としては、アジア開発7円、音響8円なんですが、一応、音響一時的にというか、まあ、9円に、いった状態で、まあ、最後8円に落ちたんですが、まあ、板としては8円買いの9円売りというところで、でアジア開発が7円買いの8円売りという状態で、かなり差がついた感じになりました。上場廃止をする、音響にですね、アジア開発が抜かれてしまうという状態になりましたが、まあ、あの音響もですね、一応、まあ、ニュースというかですね、思惑があって上がっているので、ちょっと最後に、まあ、掲示板で音響を見て終わりたいと思います。こちら音響の、掲示板なんですが、まあ、一応ですね、あのお知らせかも IR のところに、シャープがですね、音響の、事業回収みたいな感じだと思うんですよね。それでまあ上場廃止なくなるんじゃないかとか、まあ、資金が入るんじゃないかということで、まあ、思惑というか期待で上がってるんですが、まあ、上場廃止見込みは変わらないのではという書き込みありますが、まあ、確かにですね、上場廃止しないって決まったわけでももちろんないです。ただあの今残りの、取引期間何もニュースがない中、一応まあちょっとマネーゲームになるには十分なニュースという感じですけど、まあ音響をね、今あの安値で買ってた人からすればもう1日で約倍になったわけなので、まああのおめでとうございますということで、で逆にですね、あのアジア開発キャピタルはですね、音響にも抜かれてしまってですね、まあ、あの音響を見習ってですね、会社から、こうニュースとかね、何かお知らせが出ると一気に株価も上がるってことが分かったんで、まあ、何か、会社が進展しているような IR を出してですね、アジア開発も、ゴールデンウィーク明けには早く、2桁以上のところで推移してほしいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。